はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、ソプター忍者ですね、になります。はい、まあ、ツイッターで見かけたリストなんですけど、そもそもソプター忍者っていうのがどういうデッキかというと、これですね、羽ばたきの飛行機械、まあ、このカード、あの英語名称でソプターっていうんですけど、正式本当の正式名称忘れましたが、まあ、ソプターって言われてるんですが、こいつをですね、この改良式鋳造所っていうカードがあって、これ私がまた邪魔なやつですね。はい、ちょっと移動します。はい、この改良式鋳造所によって、まあ、1マナ、このカードが1マナアーティファクトで、3コスタップ起動でこれをアンタップすること、2コスタップ起動で無色の11霊気装置アーティファクトクリーチャートークンを生成すること、1マナタップで霊気装置1体を探ると飛行を持つ無色の11飛行機械アーティファクトクリーチャートークンを生成することと、まあ、最後、タップ起動で飛行機械1体を生成下げると無色の44飛行機械アーティファクトクリーチャートークンというね、まあ、あの無限マナがあったら無限にトークンできますよみたいな感じなんですけど、まあ、本来はそこじゃなくて、このカードって実は1マナでタップ起動で飛行機械を現実下げると44の、まあ、構築物が出せるってカードなんですよね。で、本来なら2マナでタップして1体出して、その出てきたやつを1マナでタップしてサクって、まあ、飛行機械にして、でそれをサクって44にするみたいな形になるんですけど、この羽ばたき飛行機械がいるとね、このカード飛行機械を最初から持ってるということで、0マナこれ1マナ鋳造所で、なんと1ターン目から44を生成することができるっていうのが、まあ、このデッキというかこのカードの強みになってるのかなと思います。で、そこと合わせるのが、まあ、これだけならね、ぶっちゃけ無色だけでもいいんですけど、まあ、こういうね、変わり身の獣だったりとかフェアリーの予見者みたいなブロックされづらいカードと忍術ですね、合わせることによって、例えば、これが引けないとき、鋳造所が引けないときでも飛行機械を忍術のコストにすることによって、まあ、くる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 使い回そうっていうタイプのデッキになってます。はい、本当はねレガシーのデッキだったりとかするんですけど、ヒストリックにおけるメリット、ルールスを採用できることですね。はい、まあ、ルールスはね、言わずもがな最強のカードなんですけど、今回2コストのやば激ヤバカードが追加されたことによりまた強化は入ったんですよね。で、まあ、本当のね忍者デッキっていうのは実は青黒の、まあ、打点通したらワンドローできますよみたいな忍者を使って遊んでいくんですけど、これはルールスが入ってることによって、まあ、その辺は入ってないんですが、アルキミックパワーカードになってしまった、千の顔の影と、月回路のハッカーと、銀毛の達人によって、まあ、非常に強力な形になってるのかなと思います。はい、それぞれ、まあ、銀毛の達人は、まあ、忍術コストが青黒の1万2万のカードだったのが、混成までになるとかいうイカれたパワー修正が入り、月回路のハッカーはまあ元々ね、1万忍術1万で使いやすかったカードだったんですけど、まあドローかルーティング能力がなんか、戦術2がついてきたりとかしてるのと、千の顔の影は、確か忍術のコストが1下がったんだったかなってことで、まあ、もともと別に弱いカードではなかったんですけど、忍術のコストが重くて使いづらかったよねみたいなところを、まあ、いろんな形でできるようになったっていうのは非常に強力なポイントなのかなと思います。はい、まあ、そんなわけで、どんな感じで動くのかっていうのは試合の方を見ていってほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率は多分6割ぐらいかな。どうしても不利な対面っていうか、まあ動きとしてね厳しいタイミングがあったりとかするので、その辺だけ注意はしてほしいかなと思います。それと私は今回はまた途中引きすぎますね。なんでですかね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープかな。うん、改良式通常所から入ってあげて、まあ弓使い構えながら起動で問題ないと思います。千の顔の鍵がね、もうちょっと後でいいので、うん、これでいいでしょう。赤黒、普通にいろんなパターンあるんですよね。ヒストリック多様性の塊みたいなもんなんで、まあ、ここで弓使いが飛んでいくならこっち側も弓使いでいいかな。これでいきましょう。これはまあショックインしてフェアリーの予見者を置いていきましょう。盤面のクリーチャーが全部破壊されるみたいな動きも多分あったりはするんですが、いやこれ弓使いもう一枚持ってた方が強いか。うん、はい、エンド。まあこっちがソフター忍者ってことは多分相手も分かってるんで、ジャンドですか。ステルピアス多分持っといた方がいいので、千の影からにしますかね。このタイミングは大きい弓置いて、まあ、プッシュだったりとか何なりは使えても大丈夫なんで大きい弓置いて、
プッシュ使わせて、まあ打点投資に行く形で問題ないかなと思います。ここで銀ゲを、まあ、予見者とチェンジでエンドでいいでしょう。オークイミがもう1枚使えるのと、まあスペルピアスも噛まれてるんで、シェオールはまあ面倒くさいですね。プッシュがないんですよね現状。まあ一旦予見者で見ますか。予見者で見て、ドプターじゃダメ、プッシュじゃないとダメなんで、まあエンドでいいかな。殴ってくることは多分ないんで、うん、ワンリングあると多分負けます。止めましょう。ワンリング通っちゃうと多分負けなんで、でまあシェオルも殴ってこないと思うんでね、ここら辺で。でこのターンは多分ハッカーを使っていいターンなので、まあ、こいつらは殴ります。ブロック指定できないんで、ハッカー使って予見者と交換して、ここでプッシュがめくれるのが一番ありがたいですね。あーまあじゃあスペルピアスもう一枚構え、いや違うわ、千の顔の影構えた方が強いな。うん、こっち2点ダメージ通りますけど、そこ大丈夫なんで、うん、これ指輪がもう1枚飛んでくる方が嫌なんで、こっちの方がいいかな。土地置き指輪みたいなことされちゃうとあれですけどね。土地置き指輪みたいなことされちゃうとめんどくさいですけど、おい、まあ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 、まあ耳使いを落とされたと。一応鋳造所でトークン生成も全然目はあるんですよね。いやーただ一応44の方が強いか。うん、44の方が強そうなのと、ここ耳使いも出しちゃいます。顔投げましょう。このターンでゲームに勝ちに行きたいです。千の顔の鍵があるんで、このターンでゲームに勝ちに行きます。はい、まあ、これは大食いに回収でいいかな。うん、増やすのはまあ銀毛が一番強そうね。 OK、 うん、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープしたら下かな。うん、大食い身から入ってあげて、まあ大食い身回収しながら動く形になるのかなとは思います。トンコンマ同士もう嫌すぎますね。 Z ウィザードです。 Z ウィザードね、速度が異常に速いんですよ。うん、速度が異常に速いんで、あんま得意な出来ではないかなと思います。トンコン追加、ドローはお、してくれた。ただいや、これ顔に当てるよりもこっちのトンコンに当てた方が強い。うん、ブロックで落とせるようにした方が強いですね。はい、このターン殴らせないのが多分強いんで。お、殴ってきた、ラッキー。ぶつかと、うん、まあこれは予見者置いてエンドでいいかなと思います。ただ相手ドローはしてこないと思うんで、まあプッシュは欲しいかな。ステルピアスちょっと欲しい気持ちはありますけどね。うん、ちょっと欲しい気持ちはありますけど、まあ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 、まあ、これはしゃあないですね。ソンコンマ同士単品ならなんとかなるはずなので、うん、まあ、月回路のハッカーだったりとかをくるくるする形にはなるのかなと思います。アルカニストは大問題ですね。うん、まあ一旦予見者殴って、まあ一旦ハッカーかな。うん、ハッカーにしましょう。プッシュまでは絶対切らなきゃいけない気はするんですけど、まあソプターまで置きますか。うん、これで一旦エンドでいいかなと思います。スペルピアスとプッシュは使いますね、このタイミングで。
相性の賢者大問題ですね。嫌すぎますねそいつね、うん、プッシュの数が足りてないですね。まあこれはほい落として、本当はね別のとこにくっつけたいんですけど、5点。まあ、この除去は絶対通っちゃいけないんでスペルピアスします。まあ、向こうの打点がすごいことにはなっちゃってるんで、そこら辺気になるところではありますけどね。9点どうしよっかな。さすがに、いや受けるしかないか、うん、一応なんとかなるはずではあるんですよね。これはコートチェンジ、タッカーでドローが一番丸いかな。いやここ打点入れなきゃいけないか、うん、打点入れなきゃいけないと思うんで、ただドローも多分しなきゃいけないですよね。スクライ2ワンドロー1ディスカードまで行かなきゃいけないと思うんで、うん、スペルピアスは多分絶対構えなきゃいけないと思ってるんで、ワンディスカードは予見者、いや銀毛か、うん、これ予見者まで多分出しますね。これでいいんじゃないかな。今はいらないですね。スペルピアス1枚構えてるんで、相手の無謀な突進に関してはなんとかなるはずなんですよ。表現の反復ダメすぎるんでカウンターします。はい、うん、表現の反復がダメすぎるんでカウンターはします。火遊びとかじゃない限りはなんとかなると思うんですよね。うん、もう一枚これ無謀な突進あります。ありそうですね。これはソプター捨てて、あったかな、多分勝ったと思いますね。フルパン線の影コピーで333のこれもう一回線の影で線の影戻して、まあ、銀毛で勝ってますね。OK、まあ、もともと多分ここまでいかなくても勝ってましたね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープではあります。のけものをソプターから入ってあげてになるかなと思いますね。のけものソプターエンド、まあ次のターンにハッカープラス銀毛に変換で打点投資に行きましょう。イゼットウィザードっぽいんですよね。いや合流点が入ってるから別に行くか。イゼットウィザードなら別に合流点いらないですもんね。ああドレッジ、まあドレッジ絡みはとんでもないことされてますね。今んとこセーフか。ああ今んとこセーフっぽい、うん、ただ次のターンは結構まずめなので早めに殴り始めはしなきゃいけなくて、でドローとかよりも純粋にアンブロとかの方が多分強いはずなんですよ。いやでもこれもう一回ソプターが打てるかいった、変換しちゃいましょう。うん、ここで5点入れます。こっちも1枚だけは欲しいのかな。あーでも鋳造所は結構でかいですね。うん、飛行機械だったりとかのこう44として扱うことができるようになるんで、これはちょっと楽になりましたね。でちなみにこれもアゴナスの牛起動できます。終わってます。はい、なる、あーナルコメーバー出ちゃったか。まあでも光合体がまだ1体なんでセーフですね。うん、光合体出るときタップインなん で未練ある魂も結局11スピリットが2体出てくるぐらいなんで、まあ、なんとかなるかなと思います。アゴナスとかもまだ使わなさそうですからね。ああ通知出して帰ってきた。鋳造所
カーで殴るのもなかなか怪しい。これのけもの先置きたいですか。うん、まあ、鋳造所2枚は結構ありがたいので、とりあえずこれ不可視の一別もう一回打たれますね。不可視の一別打たれて、まあブロックはできるんで、ブロックはできるので、まあのけもので殴るも全然あるか。はい、今んところセーフですね。あの3点ドレインが入ってきないんで、受け付き、はい、まあブロックは飛行持ちは絶対に止めなきゃいけないので、まあ、4-4 でまあできる限りでいいと思います。まあ、この5点は受けましょう。こいつらは殴りたいんで、うん、こいつらはしっかりと殴りたいので、まあこうでいいかなと思います。殴っ、まあ土地積もれたらこれもう1枚にのけもの打ちたいですかね。あー、これは両方ともありがたい形になったかなと思います。手札は予見者が多分もう使わないので捨てましょう。置いてのけもの追加で、これって相手こののけものも相当まずいと思うんですよ。うん、ライフとしてねブロックされないやつらが結構いるんで、でまあ向こうも殴るのすごい難しいタイミングだと思うんで、いやまあ未練ある魂とか使ったら一応まだなんとかなりますけどね。うん、なんとかなりますけど、ただブロッカーとしてこいつらがめちゃくちゃ強いことに変わりはないので、おお、フルパン、まあ、フルパンしかないですか相手のデッキ。まあのけもの増やしましょう。全部攻防隊でいいんじゃないかな。うん、全部攻防隊でいいと思います。氷結機結局次速攻でぶん殴ってくるんで、うん、見えなる魂もう一回使うかどうか使ってきましたね。大奥弓とプッシュ、まあハッカーと殺人は殴ってダブ、ん ?1,2,3 これもうフルパンですね。はい、相手これ絶対ブロックしなきゃいけないんですよ。4-4一体でも通しちゃいけないんで、うん、これでいい形でブロックしてくれるかなと思います。結構いいパターンになりましたね。うん、大奥弓使って盤面の処理ができるんで、で攻防隊ってタップインなんですよ。なんでこれは大奥弓プラスプッシュでなんとかなってるのかなとは思いますね。氷結機は、まあ、2体だけなら、いやダメだわ、できる限り絶対ブロックしなきゃいけないです。2体だけならとかじゃないですね。相手から、まあ、3点ドレインが 3連発飛んでくる可能性ありますからね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあ忍術絡みのすごい綺麗な動きっていうのはできたのかなと思います。でまあちょっとね動画内でも説明したと思うんですけど、一つ絶対に覚えておきたいコンボっていうか、まあコンボというか忍術の動きですねっていうのがあって、ブロックされないやつを忍術で変更した時に、まあブロックされてないっていう状態が引き継いでるんですよね、この状態って。なので向こうからね受けが飛んできたら、もう一回忍術を起動して入れ替えることによって、相手の効果、まあ相手の受けとかをすかすことができるっていうのは絶対に覚えておきましょう。忍術デッキ使うことによって絶対必要ですからね。はい、それと、まあ、実はなんですけど、まあ、鋳造所とかね、土地にレアは使うんですけど、まあ、2コスト以下で組まなかった時でも結構強いことができて、例えば、まあ、青黒のね、打点通したら忍術でワンドローができますよみたいな感じのやつとかもいたりとかしますし、まあ、本当いろんな形で、できるかなと思います。はい。まあ、銀剣の達人との相性が悪かったりはするので、まあ、一長一短なのかなっていう気はするんですけど、非常に強力なデッキというか、面白いデッキにはなってるのかなと思います。で、まあ、ひとりくんの環境ね、結構イカれたカードというか、イカれたデッキがめちゃくちゃ多いので、そこに対して抗うことができるカードだったりとか増やしてあげてもいいですし、まあ、それ以外にもね、結構面白い形で動くこと自体はできると思いますので、
はい、まあ今後ともねこんな感じで面白いガチャができると思いますし、個人的にはフェアリーの予言者よりもね、フェアリーの謎もだっけ、同名カードが出たらワンドローできるフェアリーがいるんですけど、そいつの方がいいのかなっていう気があったりとか、謎物ですからねとかあったりとかで、まあ、非常に面白いデッキだと思いますし、まあ、まだまだ遊びがいがあるタイプのデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。